30秒でわかる資産運用益への増税。戦争怖い、貿易費増大するべ。どこから取りますか？とりあえずはタバコ吸ってるやつ、あとは資産運用で儲けたやつ、増税するか。先日資産所得倍増プランを発表したばかりですが、よろしいのでしょうか？何それ？え、資産所得？ああ、貯金やめて投資で儲けてねってあれか。国民に投資を進めているのに利益にかかる税金を上げてよろしいのでしょうか？気づかないって。え、そういう論理にも増税したことにも気づかないって。はいどうも、西中だ。株式投資の運用益には 20.315% の税金がかかります。所得税 15% にゃん、復興特別所得税 0.315% にゃん、住民税 5% で合計 20.315% です。100万儲けても20万3150円も税金として国にかすめ取られます。これが金融所得課税と呼ばれる現行の税制ですが、2023年度予算編成の最大の焦点となっている貿易費増額の財源としてタバコ税の増税とともに、この金融所得課税も増税を検討していることが明らかになりました。金融所得課税は分離課税と呼ばれていて、他の所得と合計せずに分けて計算して確定申告して税金を納める制度。所得がいくらだろうと 20.315% を税金として納める。今回金融所得課税をこの分離課税ではなく総合課税として計算するようにしようという鬼にしか考えつかない課税ルール変更が検討されています。総合課税っていうのは毎月のお給料や副業での利益を合計して計算した総所得に税率をかけて出した税金を納める税制のこと。もちろん課税されるのは基礎控除額などを引かれた後の所得、これを課税所得って言います。課税所得が4000万円以上の人にかかる税率は所得税 45% で、住民税 10% のガジガベジンで、株で1億儲けても5500万円の税金を国に納めなければならないから、手元に戻ってくるお金は4500万円だけ。利益が1億円だ。やったー、送り人だー。4500万円。1億円で利益確定させるのを2回繰り返しても送り人にはなれない。そんな国で投資したいと思います？別の国で同じように投資したら1億円そのまま戻ってくるのに、日本だとたったの4500万、抜き取られた5500万で安倍さんの葬儀やってるかどうかはわからないけど、悔しくてたまらなくない？だから稼いでいる投資家たちはみんな海外に移住するんだ。稼いでいる投資家って先見の明のある優秀な人が多い。そういう優秀な人が日本から海外にどんどん出ていってしまう、このことこそが一番の問題だと僕は思っている今日この頃です。そう、この頃西中でした。った最後にあなたの来週のラッキーアイテムを占います。僕の右手がこのペットボトルに触れた瞬間、あなたの明日のラッキーアイテムが一瞬映ります。タイミングよく動画を止めてみてください。いきます。はーい、もう一回いきます。はーい、どうだったでしょうか？また次も見てくれよなー。